ファイト、お疲れ様です。ガイです。あのエクストリームワンのね、あの YouTube チャンネルがオープンして、例のボー君のね118回の蹴り、このね凄まじい稲妻のような蹴りを見ることができました。すごくね熱くなったね。あの試合前のヒーローインタビューとかヒーローインタビューっていうのかな、試合後のちょっとねずっこけとかもね全部すごく面白かった。あのいやさすがだなと思いましたね。いや本当にね、ああいうリングの上に立って結構こうビビっちゃうこともあると思うんですよ。もうみんな見てるから。だから実力が出せない人もいると思いますけども、でも僕の場合はねもう経験もあるし、で腹も据わってるんで、それから何よりもみっちり練習してきたっていうところがあるでしょうね。それからもしかしたら我々リファイトクラブのクラブ生の思いを背負ってくれたのかもしれないと。全部を跳ねのけて凄まじい蹴りの連発を出してくれました。別に他の選手と比べてどうこうっていうことを言うとね、またあのみんな頑張ってる中で失礼になりますんで、そういう評価ではなくって、まあ、素直にねあの蹴りがあの重さで一発目から最後の118発目まであのミットに突き刺さったところがね、本当になんかこう、あ、格闘家だなと思いましたね。なんか表情はどっちかというとこう優しいスマイルの似合う好青年で、あそこまで闘争心があるように一見見えないんですよね。まあ、言ってみればその日本刀のこの鞘を抜いてない状態、抜いたらもう一刀両断だけども、普段は穏やかにそっと、まあ、かっこいいんだけども、うん、なんかね穏やかにそこに立っているみたいな感じですよね。まあでもやっぱりね、ボー君が今週に6日ジムの方に行って、唯一の休みもあの稽古をつけるためにねリファイトクラブの、リモートトレーニングやってくれてるっていうところで、もう本当にね格闘技漬けの40歳ですよ、うん。まあこういう、まあリーダーにね、まあついていけるのはすごくラッキーなことだなと思いますね。で、今回はそのリファイトクラブのボー君が試合に出てくれたあの例のね蹴りを連発したところを特別にカットしてこの後つけときますんで、ちょっと見てほしいと思います。よろしくリファイト。それでは画面を切り替えましょう。いってらっしゃい。よろしくお願いします。お手伝い限界でお願いします。はい、40代50代男性限定オンライン格闘技ジムリファイトクラブ代表の重吉久美と続きまして、第51試合目を開始します。どのくらい練習されてるんですか？青コーナー秋山俊介選手、赤コーナー八尾田俊介選手、120回です。はい、まだ1回もできたことないですけど。そうなんですか、はい、頑張ってくださいね、応援よろしくお願いします。ありがとうございます、よろしくお願いします。それでは5人目ご紹介したいと思います。5人目、この台本通りでよろしかったらもしかして狂っちゃうかもしれないですけど、そのまま読ませていただきたいと思います。重吉文人さん、いらっしゃいますでしょうか？重吉文人さん、よろしくお願いいたします。お願いします。意気込みを一つお願いします。はい、はい、コウサイさんも見てビリビリ中に明かしてしまう、怖い怖い。嘘つけ、さすがに嘘つけ。ちなみに目標回数教えてください。はい、150回。おえぇ、自信ありますか？あります。すごいな、150って行動なら捕まってますよ。お家に帰る自信はないです。それではチャレンジしていただきたいと思います。左利きですか？右利きで。わかりました。それでは重吉さん、1分間チャレンジお願いいたします。ミュージックスタート。行ってもらいたいところです。よっしゃ、
叩いてまでいきますけども、残り30秒です。さあ、頑張って、ラストスピン、残り10秒ぐらいです。さあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか？はははは、ですね、みんなにやってほしいことなんです。それでは、重吉さんの、お、今の回数150回くらいかと思う。お願いします。回数は118回です。いやいや、素晴らしい。大きな拍手をお願いいたします。いや、すごいじゃないですか。すごい。どうですか、家に帰れそうですか？いや、ちょっと、駅の階段は無理そうですね。ぜひ、ほふく精神で帰っていただけたらと思います。ありがとうございます。重吉さん、ありがとうございました。ご退場ください。ありがとうございました。